回は10月6日日曜日まで馬車道前定番ラウンドファスナー長財布の表のクロコダイルをお選びいただけるカスタムオーダーを5個限定で受け付けております。お店に来ていただけると実際にこうやって手に取って色も選んでいただいて革の種類からも選んでいただけますのでご来店いただいて一枚一枚手に取ってご検討いただければと思います。お店にご来店いただけないという方は LINE で動画などでご説明をしておりますのでお気軽にお問い合わせをいただければと思います。こちらはナイルクロコになります。まずこちらからブルーなんですけれどもちょっとグリーンがかったすごくツヤのあるブルーになります。こっちは、これ落ち着いたグレージュ茶色の薄い感じです。とこれは、グリーンですね。マットなグリーンですけれども程よいツヤがあります。これはクラシックブルー、ブルーベリーの色にちょっと近いような色になっております。で、お店に来ていただければ、実際に、こうやって型紙を当てて実際見るのとこう型紙を当てるのとまたこう違いますので型紙まで当ててこうやって選んでいただけます。ナイルクロコはですねあとこういう風にちょっと個性的な色もあります。ちょっとこうパールかかったものですとか単色の色にパール加工をしたものですとか黄色やオレンジまだ他にも色はありますのでリクエストしていただければセレクトさせていただきたいと思います。これは墨染めになります。これだけ薄いものから、本当にもう墨の黒、墨黒ですね。一辺倒に黒いもの、これもなかなか面白い色系です。これは結構濃淡がある感じですね。もう本当に毎回毎回、染め上がりが違って、一枚一枚濃淡も違ってくるので、本当に毎回面白いのがこの墨染めになります。型紙をまたこうやって当てるとですね、こんな感じでこういうエクボがポンと入ってきたりとかして本当にまたこれもクロコの面白さだと思います。個体差もあります。これは比較的ちっちゃい方なのでこうやって丸布の方がこういう風に入りますし、この黒は本当に普通の黒と違って奥行きのある墨染めっていう黒ですね。これもなかなか面白いと思います。こちらはポロサスになります。馬車道前が一番こだわっているポロサスクロコダイルになります。老舗の革屋さんが顕微鏡を使って判定した中でトップクオリティに選ばれた1級2級の商品になります。これ以上のポロサスでクオリティの高いものはないんじゃないでしょうか。で他に色もリクエストいただければ揃えてお見せすることもできますので お気軽にお問い合わせください。これは黒になります。型紙を当てるとこういう感じになります。これもちょっと珍しい蛍光色のグリーンになります。こういう感じです。で今回のワインはすごくまたちょっと違うちょっと赤みを帯びているんですけれどもこういう感じでこのワインもおしゃれさんには本当におすすめのワインになります。すごく魅力的な色です。オーダーの詳細は概要ページをご覧ください。